はい、こんにちは、かんじです。今日はですね、ここガレージに今いるんですけれども、今回はですね、チャレンジングな動画になると思います。なんかしに行くわけじゃなくてですね、このガレージの中についてなんですけども、1階がガレージで2階が居住スペースというような、賃貸物件に今住んでるんですけども、ここのねガレージハウス的には広くはないのかもしれないんですけど、まあ僕としてはね大満足。まあ当初ね、ジムにこちらね、ここにちらっと映ってますが、こちらのジムにを購入しまして、これの納車待ちをしていたんですね。結果的に納車は15ヶ月かかったということで、もうほんとねなかなか来なくて、車が使えない期間が前15ヶ月、1年ちょっとですよね、ありまして、まあその間レンタカーを借りてキャンプ行ったりしてたんですけども、まあ経費がかかるということで、軽トラックをねつなぎで買っちゃおうと、ね、ちょっと軽トラック面白そうじゃないかということで、まあこれを納車待ちしてる間に軽トラックを1台中古で買って、でそれをちょっと直したりとか、改造したりとかして、乗り始めたんですね。そしたら面白くなっちゃって、軽トラでキャンプするの面白くなっちゃって、まあ、軽トラをいじる乗る、もうあのサイズ感とあのフィーリングと、なんだろうな、軽トラック乗ったことない人にはちょっと感じたことがない、面白さがあるんですね。まあそうこう言ってるうちにね、まあ、15ヶ月目でこれやっと納車されまして、今車2台持ちになってます。でそうするとどうなるかっていうと、ここガレージには1台しか今のところ置けてないので、外にもう1台分の駐車場を借りてます。それが僕の住んでる地域はね、なかなか駐車場代高くてですね、1ヶ月1万5千円なんですね。年間で18万ぐらいでしょ。ちょっとなんとかなんないもんかなと思って、このガレージに2台入んないかなってふと思ったんですね。ガレージにね2台入ってしまえば、外に借りている駐車場の1万5千円分、年間18万円、これが浮く。お金としてはね少し、助かるなというところで、この中に2台収めてみようかなというチャレンジ動画になります。今ねあの目の前で、いや入んないだろうっていう声が聞こえてきそうなんですが、まあね入んないだろう、じゃあどうやって収めてみようかって考えてるかっていうと、はい、まずね、ジムニーが今収まってはいるんですけども、もうジムニーのフロントの先っちょはもうすぐに、ガレージのシャッターになってますね。ここが出入り口になってます。なので、後ろのスペースとしてはね、ジムニーのここが後ろ側ですから、後ろっていうのは、まあ、大体 2.5 メーターぐらいかな。縦列駐車はすることができないというのは、すぐ分かると。じゃあ横に止める、横に並べて止めるとなるとどうなるのか。今ジムニーの横空きはこんなもんです。でバイクも置いてあって、自転車がね上に吊り下げてあって、この辺にね工具箱とかが置いてあるような状態、これではね、明らかに入りませんね。旧規格の軽トラといえでも入りません。このジムニーの反対側、こっち側の壁のところにも今ここ資材置き場になっているので、この辺りもどかさないといけないかなと思います。じゃあ横に置いてあるものをうまく片付けてどけられたとしましょう。そうするとこの横幅いくつなのかということで、スケールで測ってみたいと思います。スイッチオン、ね、こういう感じのねデジタルのものなんですけど、壁のところにポインターの光見えてますかね。ポインターがある位置までの距離を測れるような、ものになってます。じゃあね、はい、何メーターになってます。3496、まあ、約3メーター50あるということなので、3メーター50っていうのはどのぐらいのもんなのかというとですね、ジムニーの幅はですね1480です。軽トラックの幅1400です。でジムニーがですね幅1480、パスコットの軽トラックが1400ということなので、合計で2880ですね。で先ほど測った幅は3500でしたよね。引く3500ということで、620ミリ空きがあるということになります。でもさ、それって62センチっていうとこのぐらい、60センチってこのぐらいかな。これで
ギリ乗り込めるかなっていうぐらいの幅しかないわけですよ。さっきの計算は車と車の間、壁と車の間ゼロなので、それは物理的に無理ですよね。そうすると、まあ例えばね、軽トラックと壁の間を5センチいけるかな5センチぐらいに詰めたとして、ジムニーと軽トラの間はやっぱりミラーとかもあるし15センチぐらい空いちゃうかな。まあそういう計算だとしたら、20センチ分か、軽トラと壁の間5センチ、軽トラとジムニーの間が15センチということで、合計で20センチね、残り40センチぐらい空くと、それで乗り降りができんのかということだよね。これが果たして相手乗り降りできるのかということだね。とりあえずね、まあ、可能性としてね、検証してみるのはいいかなと思うので、やってみたいと思います。まずはね、このガレージの中を整備しないと始まりませんので、それではまた整理が終わった後にお会いしましょう。はい、いやー、軽トラックを寄せる方の壁側は綺麗になりました。見てみましょうか。はい、こんな感じね。こっち側は壁側全部、荷物あったのをどかしました。はい、でこれから軽トラを右に寄せます。こっちの壁いっぱいにね、ちょっとやってみたいと思います。いやー、軽トラ寄せてみましたよ。どんぐらい寄ったかな、このぐらいです。どうだろうね、5センチとは言えないね。もうでも、もうこれ以上ちょっとね、ミラーもこれだしね、限界かな。10センチは空いてないんで、まあ許容範囲ということで、ちょっとこれでジムニーが入るのかね、試してみたいと思います。はい、軽トラの後ろ側はこんな感じ。ここに今カブがあって荷物の出し入れするときはもうちょっと前出せばいいかなと思います。残り半分ちょっと片付けて、ジムニーを持ってきて入れてみたいと思います。できるかな。